所ってどんなところ、何をするところか見てみよう。緑消防署の玄関を入るとカモメの照明が出迎えてくれます。階段を上がった2階に事務室があります。消防課と予防課に分かれていて、係ごと机が並べられています。手前から予防課庶務係、予防係、調査係です。続いて消防課は警防係、救急係、救助係です。各係はどんな仕事をしているのか紹介します。警防係は消防隊の運用や訓練に関することをしています。救急係は救命講習や救急業務に関することをしています。救助係は救助技術の研究など救助業務に関することをしています。庶務係は職員の給与や建物の管理に関する仕事をしています。予防係は火災が起きないように立ち入り検査などをしています。調査係はなぜ火災が起きてしまったのかを調べる仕事をしています。ここからは普通の会社にはないびっくりするような施設を見てみましょう。せっかくなので一番新しい霞ヶ丘出張所を紹介します。男子仮眠室です。消防士は夜でも消防署に泊まっていて、災害出動に備えています。仮眠を取るときもパジャマなどには着替えず、すぐに出動できるようにしています。机もあり勉強をすることもできます。男子浴室です。災害出動や訓練でかいた汗を洗い流す場所です。もちろんシャワー中に出動がかかることもあるので、ゆっくり入っていることはできません。救急処置訓練室と体力練成室です。消防士は出動がないときも訓練や体力練成に励んでいます。消毒室です。救急車で使った道具の消毒や救急隊員の体を洗浄する場所です。防火衣収納室です。火災出動の指令が流れるとみんながここで防火衣に着替えて出動します。1秒でも早く出動できるようにさまざまな工夫をして置いてあります。こちらは乾燥室です。消火活動で濡れた防火衣や道具を乾かす部屋です。次は緑消防署の車両の紹介です。指揮統制車です。たくさんある消防車の中でリーダーのような車両です。火災現場には多くの消防車が出動します。その中で様々な情報をまとめて、集めた情報から作戦を立て、他の消防車両に指示を与える車両です。車内ではヘリコプターから送られた映像を見ることもできます。消防ポンプ自動車です。この車両自体は水を積んでいません。道路や公園などにある消火栓や防火水槽から水を吸い上げ、ホースを使用し、他の消防車に水を送ることが役割です。
水槽付き消防ポンプ自動車です。タンク車と呼ばれています。車の中に水を積載しているため、火災現場に着いたらすぐに消火活動を開始することができます。緑消防署の消防車には1800リットルの水を積載しています。お風呂の浴槽が200リットルなので、お風呂9杯分の水を積んで走っていることになります。はしご付き消防自動車です。高いビルやマンションで逃げ遅れてしまった人を救助したり、はしごの先から放水し消火活動を行ったりする車両です。緑消防署のはしご車は30メートルの長さまで伸びます。これは10階建てのビルに届く高さです。救助工作車です。オレンジ色の服を着た特別救助隊が乗っています。火災や交通事故、海や川で溺れた人を助けるなど、どんな場所でも活動できるように必要な道具や装備がついています。照明車です。夜の災害時に周囲を明るく照らしたり、電源を供給したりと活動の支援をする車両です。千葉市内で緑消防署にしかないため、必要な現場には千葉市内どこにでも出動します。救急自動車です。消防署にある車の中で唯一赤色ではなくて白い車です。サイレンの音も違います。病気の人や怪我人を病院に運ぶための車両です。次は訓練の様子です。ホースを伸ばす訓練です。ホース延長は消防士にとって基本となる技術です。災害現場は一つとして同じ状況はありません。ホースの巻き方もいろいろあり、その時の状況に合わせ適切なホース延長をしなければなりません。少しでも早く、そして迅速確実にできるように訓練を繰り返しています。種類は 50mm の太さと 65mm の太さの2種類があり、状況により使い分けます。どちらの種類のホースも1本 20m の長さがあります。どうですか？一見簡単そうに見えますが、消防士が着ている防火と空気呼吸器は合わせて約 20kg の重さがあります。重いですが、どちらも自分自身を守る道具です。そのため、その重みに慣れながら訓練を行っています。ちなみにこのホースも1本約 8kg、 水を流すと約 75kg にもなります。 75kg というと中型の冷蔵庫くらいの重さです。とても重いということが想像いただけましたでしょうか。最後に、日頃施設見学に来てくれる子どもたちによく聞かれる質問をクイズにしてみました。クイズは全部で5問。あなたは何問正解できるかチャレンジしてみてください。第1問、緑消防署の消防車両は何種類あると思いますか？正解は、緑消防署には式統制車、水槽付き消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車、
救急自動車、救助工作車、照明車、はしご付き消防自動車、予防査察車、指揮車、指揮材搬送車の10種類があります。他の消防署にも地域の特性により様々な消防車両が配置されています。災害の種類により出動する車両が違います。消防艇やヘリコプターがあるところもあるんだよ。第2問、消防車が赤色、救急車が白色なのはなぜでしょうか？正解は、法律で消防車は赤色、救急車は白色と決まっているからです。消防車が赤色とされた理由は定かではありませんが、外国から輸入した蒸気ポンプの消防車が赤色であったことから赤色になったというのが一般的な理由のようです。また救急車が白色に決まった理由もはっきりしませんが、救急業務が開始された当時、外国から輸入したものが白色だったこと、そして白色が清潔なイメージであることなどの理由によるものではないかと言われています。第3問、出張所も含めて緑消防署に女性消防士は何人いるでしょうか？正解は6人。緑消防署では6人の女性消防士が火災現場や救急現場の最前線で働いています。第4問、119番通報をするとどこにつながるでしょうか？正解は、中央区にあるセーフティー千葉内の指令センターにつながります。そこで近くの消防車や救急車を選び、出動指令をかけているのです。近くの消防署につながると思っていませんでしたか？最後のクイズです。第5問、子供が火事を見つけたときはどうしたらいいですか？正解は、大きな声で火事だと叫び大人に知らせましょう。危ないので子供だけで火を消そうとしてはいけません。Thank you.